これ左側がね、ね表から見た配線です、ね、スイッチがあってこのスイッチで左側の、ね、レセプタクルをコントロールするそれからコンセントがあるということですねでまあ,あのそのコンセントのところですねこれ裏側をひっくり返したのがです、ね、右側の写真ですねでこれで、まあ、どこが具合悪いかということをまああの。 <laughs> お聞きしてるわけけですけどね、はい、これ間違いはですねあのコンセントからスイッチの送りですねまああの非設置側の電線ではあるんですけどねこれはあの実はあのセンターの仕様ではですねスイッチまではね必ず一時側は、えー、黒で行ってくれということが書いてありますんでねそれでまあ,あのそれをちょっとね あの問題にしましまたあの皆さん、まあ、無意識にねそんなことを考えずに多分あのコンセントからですねスイッチ、まあえー、苦労を送られると思ってるんですけどね実はあのちゃんと覚えががあありますするんですわ、はい、これねあの図面の上の方にあります、ね、施工条件っていうのがありましてね、えー、そこにこれね今ちょっと赤線引っ張ってますけどねあの電源からあーですね スイッチまでの非接地側の電線はですね、必ずその黒を入れてくれよとこうなってますんでね。えしたがってあの、えー、コンセントからですねスイッチまでの電線はですね黒でないといかんということなんですよね。はい、えー、一つ気をつけてください。